はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、KK でございます。じゃあ今日もドクターウチで頑張っていきたいと思います。今日のペンドラーのコーナー、今回のペンドラーはアタッカーではなくサポート特化でございます。攻撃するだけがペンドラーの魅力じゃないんだよっていうところをね、皆さんにお見せしたいと思います。お相手、犬ヌワンがいて、すごい油断させられるパーティーでございますが、他の周り5匹はちゃんとしたね、ポケモンなんで油断せずに行こうという感じでね、やっていきたいと思います。じゃあペンドラーハリー戦で行って、まあ、今作ね、ダイマックスのおかげで、物理毒エースが誕生したので非常にペンドラーが使いやすいといった感じです。7世代の頃はね、物理アタッカーペンドラーかベトベトンかって感じだったからサポート型はできなかったんですけど、本作はいい感じにやってくれると思うんで、ラスイチオノノクスが怖いか、オノノクスが怖いか、臭い花でいこうか、じゃあってな感じの3匹でやっていきたいと思います。では対戦よろしくお願いします。さあ、真ん中の犬ヌワンに油断せず、ちゃんとあれマスコット枠だからね、絶対周り5匹ガッチガチやからな。さあ初手、久々に言ったわこれ久々にエモいも言った気がするけど、まあどうしようかな。まずは守るか。エモンがアクロバットのイメージあるか。アクロバットすんのかな。何打ってくるんだろう。投げつける。物を投げるんじゃありません。電気玉か、なんだろう、怖いな。あー、投げつけるかどうしようかな。まあ、剣舞積むか、とりあえず鉄壁の方がいいかなって一瞬思ったけど、まあ火力上げた方がいいよね。欲しがんじゃねえこの野郎。助けを奪い取った。フェイ助け奪われたんだけど、マジで、マジか。助け奪われた。じゃあ剣舞積む一旦。助け奪われたんだけど、マジか。アクロバット、タスキ持ってないから大丈夫でしょう。あー、これ鉄壁積みてえなー。鉄壁いけるよね、これ。鉄壁いける。これ鉄壁いけるんで、鉄壁いきます。これ鉄壁で、多分耐える、次のアクロバット。耐えるはず。耐えてよ。耐えてよ、ペンちゃん。オッケー、ナイス、アップね。よし。で、多分相手積み技ないんで、このまま、もう一回守るで S 上げて、S ぶん投げ。からのバトンタッチですかね。もう一回鉄壁積みたかったけどな、個人的には。まあ、しゃあないでしょう。こんな感じで、攻撃4段階、防御2段階、素早かさ5段階、いきますせー。バトンタッチ。いきますせー。まあ、唯一の、タスキ持ってるのがきついよな。タスキ持ってなかったら一気に粉砕してやろうと思ったけど。タスキ持ってんのがきついよな。鉄壁で防御2段階上げたとはいえ、ある程度ダメージは入ると。しゃあない。ダイマックスでダイストリーム打ちましょう。まあ、タスキ持ってるおかげでダイナックルで仕留めることができるんで、攻撃力は1段階上げれるね。それができるんでいいんですけど、まあ、これダイマックスを2ターン消費してしまうっていうのが非常に痛いところ。でもこれダイマックスなしで、立ち向かってしまうと、もしかすると電気技を、まだ一枠残ってるからね。投げつける欲しがるアクロバットだから、絶対電気技隠し持ってるんで、ダイマックスはしておかないといけない。
ということで、大ストリーム、ドラー、タスキ持ってるからな。タスキが辛いな。ペンドラー、木の実もあるかもしんないな。弱砲はきついけど、木の実、アクロバットしか打たなかった。ミスかもしんねえな。じゃあ、ダイナックルで、攻撃力上げていきますか。木の実とかにしよっかな。アッキーとかにする。アッキーの実とか持たせたら、いいんじゃないかな。鉄壁アッキーで、一気に3段階上げて、剣舞積んで、ありかもしんないな。いろいろ、できるね。オノノックス、これ、タスキ持ってんな。タスキ持ってるけど、うちも鉄壁積んでるんで、大ストリーム行かせていただきます。鉄壁2段階、攻撃力5段階。ダイマックスしようが関係ないんじゃない？貫くんじゃない？貫くんじゃない？ダイマックス。攻撃力5段階上がってんだぜ。絶対貫くっしょ。雨降ってるし。いけ、ハリー戦の大ストリーム。んー、ドラー、貫いたー。半減でも貫くこの強さ。これがペンドラーから受け継いだ力だ。ラス1、何ですか？もう大魔も切っちゃいましたね。雪目の子。ここでダイマックスターンが切れる。しゃあない。しゃあない、しゃあない。お疲れ、お疲れ。どんな感じになってる？おお最強だ、このハリー戦。ってことで、滝登り打ちまーす。この子もタスキ持ってんのかな？コウさん、対戦ありがとうございました。はい、では、第2試合目、始めていきたいと思いまーす。今回のペンちゃんの相棒、ドラピオンでございます。先ほどは、ダイマックスで全抜きしていく感じだったんですけど、今回のドラピオンは、ダイマックスせずとも、急所を全部当てて、過剰に上がった攻撃力をさらに上乗せする究極のドラピオンが完成すると思うんで、頑張っていきたいと思います。弱点は、アーマーガーの挑発です。ペンちゃんが止まってしまいます。だがしかし、それを受け止めてくれる最高の相棒。誰だろうね。誰にしよう。誰にしよう。エンニュートにする？臭い花入れときたいな、個人的に。臭い花入れときたいけど、人もアーマーガーに弱いからな。ストリンダー入れとく？ストリンダーでいっか。いきましょう。では対戦よろしくお願いしまーす。初手何がいいんだろうな。ドリュとか。ドリュ、いや、タスキだったらやべえもんな。ドラパとか。ドリュから入ってくる。じゃあ、鉄壁から積むか。で、ガンプ打ってきたら守る挟めばいいし。剣舞されたらされたで、まあしゃあないって感じだし、とりあえず鉄壁積みまーす。お、即決ってことは岩技ぶち込んできたか。スカーフじゃないな。ステルスロック、ああなるほどね。いいよ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 。こっち積み技の時間を与えてくれるのはありがてえよ。言ってドラピオンだし、裏。じゃあ、剣舞積むか。引っ込め、ドラパルト、いや、ドラパルトだったら大丈夫。なんだろう、特殊かな。鉄壁積みたいけど、剣舞積んだ方が良さそうな気がするな。今のところ222でしょ。もう一段階攻撃力上げておきたいから、剣舞選択で。さあ、相手が物理か特殊かによってこの先の動きが変わってくるんですが、龍舞、あーなるほどね、積んじゃう感じね。あー、やばいかもしんねえな。
攻撃力はここまでで大丈夫。これ以上は過剰になっちゃうから鉄壁積むか。相手は1段階ずつだが、しかしこちらは2段階ずつ。さあどちらが上かな。素早さは常に上がり続け、一旦一旦で2段階上昇重ねていく。どちらが上かはっきりさせようじゃないか。バトンタッチおお、バトン対決するか。いいよ、バトン対決してえならやってやんよ。ウーラオス、あーまずいあーまずいな。一撃の型なんで、一撃の型だから、一撃の型なんだよこれ。悪の方なんで、どっち上げる。いや上げてる余裕はねえ。いや上げるか。どうしよう。剣舞積むか。連撃だったらバトンタッチしなきゃまずいなって思ったけど、一撃だったらタスキで耐えるんで、でこの技って悪タイプだよね確か。確か悪タイプなんで、バトンかましゃ大丈夫じゃない。ドラピオンに変えればなんとかなるでしょう。さあドラピオンいってらっしゃい。すべてを消し去って、ウーラウス、ドリューズ、ドラパルト、尖った岩が痛い、暗黒強打。嘘やん効くなー、めっちゃ効くなー。身代わり打ちたかったけど無理だなー。じゃあクロスポイズン。なるほど、ダイマックスを切るとここで、いや意味ないんじゃないか、ここでダイマックスを切るのは。全てを貫くぜうちのドラピオンは。さあ巨大マックスだろうがなんだろうが貫きゃ関係ねえ。いけクロスポイズン、ドラー。え？ドラピオーン。